え、俺昨日の動画で今出てる MRC ループは別に強くないとか言ってたじゃないですか。すいません、昨日の今日で申し訳ないんですけど、今さっきとんでもないデッキが開発されたんで、MRC の評価が劇的に変わりました。というわけで今回はそっちについて説明します。まずはあらすじから説明しましょう。従来の MRC ループでは、MRC から唱える呪文として、トラップコミューン、鬼札王国、フォアブラを使っていました。ループ手順としては、自分の場に MRC とビルジニア教がいるときに MRC で攻撃。この時にさっき挙げた3枚を唱えるんですが、まずはトラップコミューンでビルジニア教と MRC を破壊して、鬼札王国でビルジニア教を蘇生。ビルジニア教の効果で MRC を蘇生し、フォアブラで相手のデッキを削る。これでワンループですね。これを繰り返して勝つものとされていました。ただ、フォアブラとトラップコミューンがゴミすぎて、俺全然強くないと思ってたんですよ。しかし、つい先ほど天才デッキビルダーのコバンさんがこれに対してとんでもない回答を用意してきました。まず1枚目がこちら、クライマックスジャオガ。まあ、今の時代知らない人の方が少ない最強のフィニッシャーなんですが、今回のクライマックスジャオガ、なんとループパーツです。説明しましょう。こちらですね、スターマックス進化といって、ゲームに負けるときか、このクリーチャーがバトルゾーンを離れるとき、代わりに表向きのカードを3体破壊するっていう効果と、バトルゾーンにスターマックス進化が2体以上あれば、そのうちの1体を残し、残りを全て手札に戻すという効果を持っています。つまりこれは2体目が出て時間効果を使うと、自分の場を3体破壊できることを意味します。まあ、ちょっとわかりにくいんで具体例出します。MRC とクライマックスジャオガがいるときに MRC で攻撃。呪文3枚打てるんで、蘇生札2枚と打ちたい呪文1枚を打ちます。で、これの蘇生でビルジニア教と別のジャオガを蘇生すると、別のジャオガが出たときの効果で最初からいたジャオガが手札に戻るんですが、ここでクライマックスジャオガの痴漢効果が発動。バトルゾーン離れる代わりに残りの3体を墓地に送ることで、元からいたジャオガはバトルゾーンに残ります。で、その後に効果待機中だったビルジニア教の効果が発動し、MRC が場に出てきて、はい、初期盤面。つまりこれをループすることで打ちたい呪文が無限に打てます。つまり何が言いたいかっていうと、なんとこのデッキ、トラップコミューンをクライマックスジャオガで代用できます。そしてすごいのはこれだけではありません。このデッキ可能ならわざわざフォアグリなんて使わず、ブラッディクロス連打して勝ちたいじゃないですか。でもデッキの性質上、先に山札が切れるのはどうしても自分になってしまう。その問題を解決してくれたのがこちら、暗躍夜叉です。これ一時期赤黒ジャオモンに入ってたんで知ってる方もいるかもしれませんが、今一度効果をおさらいしておきましょう。クリーチャーがアタックするとき、マナゾーンに闇と火のカードがあれば、このクリーチャーを手札から山札の下に送ることで、相手のパワー3000以下のクリーチャーを1体破壊する。まあ、一見何のことない受け札に見えますが、ここで察しの言い方は気づいたはず。重要なのはここ。こいつクリーチャーが攻撃するときに手札から山札の下に送ることができるんですよ。つまり NRC 攻撃時に暗躍夜叉を山札の下に送り、ブラッディクロスを栄称。墓地に行った暗躍夜叉をビルジニア教で回収すれば、自分だけ L をせずに相手の山札だけを一方的に削ることができるわけです。こちらのループ手順まあまあ長いんで本動画では割愛しますが、興味ある方はぜひ概要欄記載の記事をご覧ください。というわけでトラップコミューンは殴っても強いクライマックスジャオガに、フォアブラは受け札としても使える暗躍夜叉に変身を遂げ、このデッキは別次元の力を手に入れました。MRC 発表からわずか2日の出来事です。というわけで MRC の評価ですが、昨日俺8って言ったんですけど、9に変更させていただきます。とりあえずお手持ちのトラップコミューン二度と使わないんで、メルカリで売りさばきましょう。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。